小型武虎、尾形武虎、尾形武虎、1888年、明治21年1月30日から1956年、昭和31年1月28日は、日本のジャーナリスト、政治家、朝日新聞社副社長、主筆、自由党総裁、自由民主党総裁代行委員、国務大臣、情報局総裁、内閣書記官長、 内閣官房長官、副総理などを歴任。英典は、肖像位、君位等局実大受賞。三男の大型四十郎は、元日本銀行理事。山形県職記官、尾形道平の三男として、山形県山形市旗子町に生まれ、四歳の時、父の福岡県職記官への転任で、福岡県福岡市に移る。父は、第二次。 松方内閣によって、福岡県書記官を退官させられた後、福岡農耕銀行頭取を務めた。父は退官させられたことが腹に据えかね、子供たちに、お前らは、一生役人になるなと言ったという。小型姓は、備中国なしりがつぐん、柳瀬村、現在の岡山県茨城出身の祖父、王都薫像が、 大阪で敵塾を開く文豪国の文豪大見和氏の血筋を引く尾形公安へ入門して、公安と義兄弟の命を結び、その生を与えられたことに始まる。福岡市販学校付属小学校から福岡県立中学周遊館に進学。尾形は小学校から中学校を通じて、無欠席、無遅刻、無相対を通した。周遊館の一年上級に中野聖を。 後の政治結社東方会総裁、衆議院議員、同期に安川大五郎、後の安川電機会長、冴村五郎、後の剣道藩四十団がいる。十二歳で一至る藩に入門して、剣道を習い始め、中遊館時代に小野配置登流免許改伝となり、すでに剣道の達人の域に達した。修正交友を保った冴村五郎は、あの人が剣道一本に精進していたら、 僕などより、はるかに強くなっていたろうが口癖だったという。博多名家経卵総面が大好物で、経卵総面と鶴の子ですを模した、鶴の子を愛していた。周遊館卒業後、中国貿易を志して、東京高等商業学校、現在の一橋大学に進学するが、同学校の専攻部廃止の文部省令に反対し、学生相対学決議を行った。 親友事件のリーダーマイナスとして、責任を取りたケイスケラーと共に退学。後にソロ版と簿記が増えてで、退学したと実戒している。中野聖郷に誘われ、親友事件を指示して、東京交渉大学生受け入れを表明していた、早稲田大学専門部の政治経済課に変し、政治結社者用者の最高実力者、東山光さらに、東山を介して、三浦五郎。 犬飼い武士、小島和夫らの門に出入りした。1911年、明治44年7月に、早稲田大学専門部を卒業後、やはり、中野聖郷に誘われ、同年11月大阪朝日新聞社に入社して、湯桁聖一率いる大阪通信部員、東京勤務となる。当時の朝日新聞社内において、村山隆平、鳥居祖先派と、上野利一、 西村天修派との間で激しかった派閥対立で、湯げは、上野、西村派に属し、湯げが村山と対立して退社すると、小形は1916年、大正5年12月、外勤を外され整理会員に左遷された。だが発行事件で、村山、鳥居派が退陣し、上野、西村派が、新聞編集の中枢に会議咲くと、同派の客員、 本田誠一のもとで30歳で大阪朝日新聞社論説班の幹事に抜擢されて論説班を切り盛りした。この時期、小形は上海特派員から大阪朝日新聞社社会部員に呼ばれたミドロ昭一と同宿し友情を温めた。しかし、翌1919 19年大正8年7月に村山が朝日新聞社を株式会社化して社長に復帰する際、 実質的な大阪朝日新聞社編集局長だった西村天秀が村山の怒りを買って退社し、同年末から翌1920年、大正9年年明けにかけて、上野リーチ、本田ン一が相次いで没すると、上野派と見られて、村山によく思われていない尾形は社に辛くなり、退社を決意して、筑豊後三夜の一人の現用社員、安川圭一郎。 キャスカー大五郎の父の出資で、イギリスへ、私費留学に出た。しかし小形が、アメリカ経由で、ロンドンへ行く途中、ニューヨーク特派員として赴任していた、ミドロ昭一が小形から退社の意思を聞かされ、ミドロは1921年、大正10年7月に、東京朝日新聞社通信長として帰国した後、朝日首脳陣に、小形医療を働きかけ、 ワシントン会議取材の記者団に参加させた。小形は1922年、大正11年7月に帰国すると、朝日新聞社幹部に温かく迎えられ、大阪朝日新聞社東京通信部長に就任。以降、1923年、大正12年4月に、東京朝日新聞社整理部長、10月に政治部長、1924年、 大正13年12月に、品部長兼務となり、1925年、大正14年2月、37歳で東京朝日、新聞社編集局長兼政治部長兼品部長と、出世街道を走り、1928年、昭和3年5月に、取締役、村山竜平没後の主筆制採用で1934年、昭和9年4月に、 東京朝日新聞社主筆、5月に常務取締役。そして1936年、昭和11年の2.26事件までは副社長の下村博氏が東京朝日新聞社の責任者だったが、下村が広田内閣組閣に際して退社したため、卓務大臣として入閣しようとしたが、陸軍が拒否、同年4月、小形が公認の代表者となった。 さらに二点二六事件後に、小形の構想による筆制一元化で、同年五月に、朝日新聞社主筆、代表取締役専務取締役となった、専務取締役は1 9四十年八月に、辞任。1 9四十年、昭和十五年八月には、編集総長を置いて、ミドロ小一をこれに当てて、東京本社、大阪本社、中部本社、現名古屋本社、 西部本社の四社編集局を統括させ、編集会議を設置して自ら議長となり、討議の上、社論を決め、全責任を主筆が負うことにした。小形は外部に対して、朝日を代表するものと見られ、一切の責任を負う立場になった。しかし、同年5月に社長に就任した村山家の二代目、村山長隆は、主筆の小形が社長をしのぐ、実力、聖望を持ち、 多くの政府機関諮問委員を務め、自分には何も回ってこないことを心よく思って、いなか。また、尾形への権力集中は、朝日新聞社内における、反処方派の台頭を促した。その急先方が、東京本社派の尾形に対する大阪本社派の、代表取締役専務取締役、西部本社代表の原田常治と、尾形の出身の政治部、経済部の、 後派に対する社会部出身のナンパで、東京朝日新聞社編集総務から、名古屋市社長兼編集局長に転出させられ、さらに冒険の出版局長にさせられたことで、班長となった、常務取締役、鈴木文主郎だった。政党内閣期の小型筆制においては、小型自身は、声優界寄りの立場だったが、自ら筆を取ることは少なく、社論は、 各論説委員の見識に任されていた。しかし、満州事変五点一5事件以後は、論説委員会議を開いて、社論の統一に努めるようになり、新軍的な路線に転換して、政党内閣を見限った。それでも二点二六事件で、当時東京、有楽町にあった、東京朝日新聞社は、中橋元秋中尉率いる反乱軍に襲撃されるが、主筆の大型は、 これに悠々と応対し、反乱軍を引き上げさせた。だが2.26事件後、広田内閣指示を社の方針として決定すると、小型筆制への抵抗を生む結果となり、論説委員の前田多聞と関口康氏が相次いで退社した。論説委員室の不満は、反処方派の勢力拡大に拍車をかけた。この FM マロのブレーン組織である昭和研究会には、 尾形の承認のもと、前田多門、笹広尾、竜慎太郎、尾崎秀美ら中堅、若手論説委員や記者が参加しており、尾形自身も第二次、この内閣期の新体制準備委員として、新体制運動に積極的に関与した。しかしその中から、尾形が可愛がっていた、尾崎秀美が1941年、昭和16年10月に、ゾルゲ事件で逮捕された子は、 お形派に大きな打撃を与えた。鈴木文史郎は、お形の主筆辞任を要求したが、結局、お形に対する責任追及は、主筆はそのままとし、1942年、昭和17年6月15日に重役としての編集責任担当を解かれるにとどまった。後任は原田常時だった。同日、全政治経済部長、田中信次郎が退社し、 小型派の取締役、東京本社編集局長、野村秀夫も同時に編集局長を解任された。さらに、小型を窮地に追い込んだのは、周遊館時代からの親友だった、中野聖豪が1943年、昭和18年10月、首相、東条秀樹の意に沿った、憲兵隊に身柄拘束され、釈放後に自殺した、ことだった、中野強事件。 中野の葬儀委員長を務めた尾形は、登場からの強化を拒否したため、尾形と登場の確執が大阪本社に古代に伝えられた。もともと尾形は、現場の新聞記者としては、学生時代から出入りしていた数、数密顧問官三浦古老から、対象の年号をスクープしたことがあるものの、他には、記者として別に、どういう特種を書いたということもなく、特に目立つというほどのことも、 中津田。しかし尾形は、協議の関係から遠山密流をはじめとする、現用者の人々と交友が深く、右翼の内部事情まで考慮に入れたデリケートな右翼対策を行うことができた。右翼対策は、新聞社にとっては、言論の自由の発揚に伴う避けることのできない課題であり、右翼との接触は、論説委員たちの言論の自由を保障する地位にあった尾形が、 裏側で行わなければならない日常的な業務であった。さらに、満州自編機以降は、これに軍部との調整が加わった。しかし軍に対して、顔の利く存在であったがゆえに、朝日新聞社は大型を社の代表者とすることに意味があったのに、肝心の大型が中野の事件をきっかけとして当条内閣と対立的な関係に陥ってしまったため、朝日は、 東条との関係を修復するため、尾形以外の人物をこれに変える必要に迫られた。ゾルゲ事件の少し前になる1941年9月17日、日本新聞連盟の理事会は政府側んよ理事の、吉住正夫より新聞社の資本統合を諮問された。日本の新聞資本を一つにまとめ上げた、共同会社案が検討されると会議は紛糾。 最終的に理事長の田中時吉へ一任され、田中は共同会社設立を排した搭載案を政府へ提出した。新聞事業例につながる田中提案書は理事であった、小形の案を元にしていた。吉住、奥村清夫と組んでいた古野伊之助は、資本統合が難しいと見ると小形に代案を頼み、小形は、社内持ち株、株式の権利行使の制限というテクニカルな問題として、 実地統制案を起訴した。資本と経営の分離の持論は、村山との関係が投影されていた。ゾルゲ事件で追い詰められた小形は、1943年、昭和18年夏、営業部門を握って小形と共に、編集の小形、営業の石井として、朝日の両翼と呼ばれた、代表取締役専務取締役、石井光次郎と糸口に、社長、村山長隆と会長、 上野誠一は社主に退き、小形を社長とするよう村山社長に申し入れると、村山は原田、鈴木らと反撃に出て、同年12月に主筆制を停止して、小形を主筆から解任、実験の内副社長に棚上げした。村山は活動拠点を大阪から東京に移して、経営を人頭指揮し、小形が務めていた政府機関の諮問委員など、 対外的な役職もすべて取り上げ、自ら引き受けた。小形は小磯内閣に入閣するため、1944年、昭和19年7月に退社した。朝日新聞社退社後、小磯内閣に国務大臣権情報局総裁として入閣した小形は一方で言論調達政策を取り、他方で編集責任者に対して新聞社に許される。 自主性の大枠に関する内面指導を行う。このような大型の新聞指導は、情報局総裁たる大型が、選挙区に関する十分な情報を入手していることを必要としたが、実際には、陸軍の非協力などにより叶わなかった。情報政策の担い手たる、情報局が、なんだ自前の情報収集源を持てなかったことは、致命的だった。また大型は、 小解析の重慶国民政府を相手とする和平工作、牧品工作を首相、小磯国明と共に推進したが、外務大臣、重光葵、陸軍大臣、杉山本、海軍大臣、与内光正、さらに昭和天皇の反対に相失敗、内閣総辞職となった。その後も、終戦を挟んで1945年、昭和20年5月、 鈴木寛太郎内閣の内閣顧問、8月には、東国の宮内閣の国務、大臣兼内閣初期官長県情報局総裁に、就任した。敗戦処理の東国の宮内閣は、小形が内閣初期官長と内閣の大番頭を務め、文部大臣に、元朝日新聞社論説委員、前田多門、内閣総理大臣秘書官に、朝日新聞社論説委員、大竹留彦。 尾形の秘書官に、朝日新聞記者、中村翔吾、内閣参与に、元朝日新聞記者、田村晋作と、朝日内閣の官を提した。同年10月に、内閣総辞職後、尾形は12月に、永久戦犯容疑者、指名、1946年、昭和21年8月に、公職追放、1947年、昭和22年9月に、 先犯容疑解除、1951年、昭和26年8月に追放解除となっている。永久先犯容疑者氏名がなければ、敗戦で社内の小型派と、反処方派の対立が再燃して自らも朝廷に乗り出し、村山長隆が辞任していた朝日新聞社の社長に就任するはずであった。追放解除の翌年にあたる1952年。 昭和27年10月、第25回衆議院議員総選挙で、中野聖豪の地盤を引き継いで、福岡一区から出馬し、地元財界の支持を得て当選する。第4次、吉田内閣で当選1回ながら、国務大臣兼内閣官房長官、さらに副総理に任命され、翌1953年、昭和28年5月成立の、第5次、吉田内閣でも、 副総理に就任した。この政界での急速な改定商談の要因には、吉田茂の政治指南役だった小島和夫の紹介や、吉田が、茂光が追いの公認として、東国の宮内閣の外務大臣に就任したのが、この絵踏みまろと小形の推薦によるものだったことなどが、挙げられる。なお、小形は、政界復帰前の1952年、昭和27年4月、 吉田茂、村井淳と共に、アメリカの CIA、イギリスの MI5、MI6 などを参考にして、内閣総理大臣官房に、調査室という小さな情報機関を立した。これが、現在の内閣情報調査室の源流である。小形は、これとは別に強力な情報機関、いわゆる日本版 CIA を新設する構想を持っており、吉田内閣入閣でこの構想は一挙に、 表舞台に登場した国会や外務省、世論の激しい批判を浴び、第5次、吉田内閣のもとで内調の拡充、強化を図るにとどまった。しかし、この時の大型の動きをアメリカ CIA は高く評価した。吉田政権末期、馬鹿野郎解散や造船義国をめぐり、吉田が法務大臣、犬飼県に命じて指揮権を発動させ、 側近の自由党幹事長、佐藤英作の逮捕を阻止したことなどにより、急速に政権は求心力を失っていった。そうした中、1五十四年、昭和二十九年三月に、小型は保守合同を呼びかける小型構想を発表した。しかし、小型構想による浸透推進勢力には、吉田大臣を前提とする吉田棚上論者が予想外に多数を占めたため、 吉田が消極的であり、小型構想は6月に一旦打ち切られた。結局、12月に鳩山一郎を中心とする反吉田勢力は左右両派社会党と連携し、吉田内閣不信任決議案を提出する。自由党は衆議院解散総選挙による吉田内閣延命か吉田内閣総辞職かでま、二つに分かれる。吉田は政権維持に執念を燃やして、 解散を主張したが、小形は内閣総辞職を主張し、1954年、昭和29年12月7日朝、もし総理が解散を強行すれば私は、閣僚として解散書類に署名しません。むしろ政界から引退します。格好の悪い西号になりますよと、自らの政治生命をかけて、吉田に直言した。吉田は小をしてでも解散するつもりだったが、 同日の閣議では、文部大臣、大田千繁運輸大臣、石井光次郎、国務大臣、加藤良五郎が総辞職を主張し、自由党幹部会は全員解散反対だったため、吉田は解散を断念、内閣総辞職した。翌12月8日の議員総会で自由党は、吉田総裁の辞任を了承し、正式に公認総裁に、小形が選出され、石井光次郎を、 幹事長とした。吉田内閣総辞職に伴う主犯指名選挙で、小形派の大議士らは、同じ早稲田大学出身の右派社会党書記長、浅沼稲次郎、左派社会党委員長、鈴木も三郎らをはじめ、左右両派社会党議員に、小形への投票を働きかけたと言われるが、両派社会党は鳩山に投票し、第一次、鳩山内閣が成立した。 翌1955年、昭和30年1月の天の声解散による第27回衆議院議員総選挙で、鳩山の与党日本民主党は185議席と、単独過半数を得ることができず、小形の自由党は112議席だった。この選挙結果は、与党民主党が保守合同なしで、政局運営を行っていくことが困難であることを示していた。そのため、 自由党と民主党による保守合同論の機運が再び高まりを見せる中、小形はこれを積極的に推進した。新党総裁をめぐる難航した協議の結果、総裁代行委員による集団指導体制に落ち着いた。11月15日、自由民主党が決闘され、小形、鳩山の両党総裁と三木武義、大野万木の両党総務会長の4人が、 総裁代行委員に就任した。しかし、同年12月に全国各県で結成された、投支部結成大会の巡回旅行で、睡眠不足と過労が続き、途中でひいた風邪をこじらせて12月25日に帰京してからは、西洋に努めたが、翌1956年、昭和31年1月8日に、心臓発作を起こした。 それでも1月25日に国会が再開されると、党員、自民党の大議士会にも出席し、1月27日の福岡県人会にも出席したが、翌1月28日に東京都品川区五反田の自宅で、急性心臓衰弱のため急性した。67歳。小方の死去によって、4月5日に実施された自民党総裁公選では、鳩山一郎が、 初代総裁に選出された。総裁公選となれば、旧民主党が、藩吉田の寄り合い除帯のため尾形に流れる、可能性のある票も少なくなかったのに対し、旧自由党の方が、結束力が固く、尾形が、初代自民党総裁に選出される可能性が、高かった。同年末に、鳩山は、日ソ国交正常化を花道として、後継者を指名せず退陣を表明し、岸信介、 石橋丹山、石井光次郎、小形派の継承者による総裁公選が行われた。小形の休止がなければ、戦後政治史の歩みも大きく変わったと言われる、ゆえんである。また、公認の石橋が病気で短期で退陣した後、田中角栄の登場まで15年間余り、岸、池田、佐藤の官僚出身者3名が総理総裁となった。言論会の象徴として、 左派からもその人格、指揮権を肯定的に評価された一方で、吉田内閣時代、1952年、昭和27年の東南アジア歴気の途上、中華民国国民政府の夜台湾を訪問、相当、小介席に越見し、日華軍事同盟に言及したり、前日のように1954年、昭和29年、戦前の情報局総裁の経験から、 政府直属の情報機関設置構想を打ち出したりしたため、当時のジャーナリズム主流派からは特効的言論統制復活と揶揄された。小形は CIA の協力者であり、CIA が小形政権擁立のために積極的な工作を行っていたとする説がある。有馬哲夫は CIA 初代局長だとされるポール・ブルームが高校、大学、 朝日新聞時代の後輩だった、劉慎太郎との関係を通して、小形を協力者に引き込んだとしている。また、1952年10月の衆院選で当選し、吉田内閣の官房長官に就任した小形は、直ちに CIA 局員と接触を開始し、日本政界の情報提供及び、辰巳英一元陸軍中将の情報活動報告を条件として、 その見返りに日本版 CIA 設立を目的とした39,458ドル、現在価値で約6,000万円の資金援助を CIA から受け取っており、CIA から資金提供を受けて活動した日本で初の政府交換が大型であった、とべている。加藤哲郎らは2005年に機密解除された米公文書館の大型ファイルを分析した。 その分析によると CIA は1955年、当時の鳩山一郎首相がソ連との国交回復に意欲的なこと、社会党再統一をソ連が後押ししていると見たことから、日本の保守勢力の統合を急務と判断。日本版 CIA 構想で高く評価していた大型を後継の総理大臣候補として期待し、大型にポーコポーン、ポカポンの暗号名をつけ、地方遊説に、 CIA 工作員が同行するなど、政治工作を本格化させた。1955年2月の第27回衆議院議員、総選挙直前、小形は、選挙情勢について、心配しないでほしいと、CIA 長官のアレンダレスに伝えるように要請し、翌日には、総理大臣になったら、1年後に保守絶対多数の土台を作る。必要なら、選挙法改正も行うと、 CIA 担当者に語った。同年10月から12月に CIA はほぼ毎週処方に接触するオペレーションポカポン小型作戦を実行、反ハ反派と山の旗頭として総理大臣の座に小型を押し上げようとした。小型は情報源としても信頼され、提供された日本政府や政界の情報はダレスに直接報告された。小形が 同年11月15日の保守合同の時に自由、民主党総裁にならず、翌1956年1月28日に、救世したことについて、日本及び、米国政府の双方にとって実に不運だと、CIA は報告している。また、ダレスは、小形の遺族に弔電を打っている。なお、当時の CIA は秘密組織ではなく、小型も自覚的なスパイではない、と。 加藤哲郎は述べている。2017年に公開された CIA 機密文書1952年6月18日機密指定によれば、講和条約発足後に昭和天皇が退位して、小形がかつて教師役を務めたことがあり、友好関係を持つ秋人皇太子に上位し、それに伴い吉田茂首相も辞任、後継に小形が首相に就任する。 1953年の下旬から1954年の上旬との見通しを CIA が持っていたことが明らかになった。しかしその情報源が尾形に近いグループに属する日本人から聞いたという中国国籍の人物だったため、政局を有利に展開させるための尾形派による情報工作の可能性があるとして、この上位問題に関する情報価値は、 未確定であると CIA に分析されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。